スです。本日の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ CB400 スーパーフォアハイパー VTEC レゴのご紹介となります。こちらの車両ですね、なんと生産中止になりましてからですね、人気が急上昇ということで、しかもですねこちらはフルオリジナル状態、しかも走行距離が非常にね浅い車両となっております。またねコンディションも非常にね、良いコンディションです。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずヘッドランプですね、LED のヘッドランプとなります。大きなレンズ割れやね、メッキ部分の錆腐色、そういったところも特段ございませんね。メーターカバーです。こちらも点灯によるね、傷、ケース割れ、そういったところもございません。ウインカーです。オリジナルのウインカーですね、もちろんですがねレンズ割れなどございません。はい、フロントオークですね、点錆やね錆、そしてねオイルにじみ、そういったところも特段ございませんね。アウターもね点灯による大きな傷などもちろんございません。はい、そしてねフェンダーです。はい、こちらもね点灯による大きなフェンダー割れ、塗装剥がれ、そういったところも見受けられませんね。はい、そしてホイールです。はい、ブラックのホイールとなります。大きなガリ傷も上がりはございません。ブレーキはねダブルディスクですね、 ABS モデルとなります。もちろんですがね錆腐色、キャリパー固着、そういったところもございません。はい、ではねサイドバッテエンジンです。はい、水冷の4気筒エンジンとなります。ヘッドからの大きなオイルにじみなどねございませんね。エンジンガード装着でね、サイドをしっかりとガードをしております。もちろんですがねクランクケース、ポイントカバー、そういったところもね大きな傷などございません。そしてねフレームからサイドカバーにかけてですね、こちらも転倒による大きなね傷などはねございませんね。はい、ステップです。はい、ホンダオリジナルステップですね、ガリ傷やね曲がり、そういったところもございません。はい、そしてねマフラーです。こちらもねホンダオリジナルマフラーですね。はい、3番の後ほどご紹介したいと思います。はい、リア足回りです。フロント同様ブラックのホイールです。大きなガリ傷曲がりもちろんございません。サスペンションは昭和のサスペンションとなります。はい、リア周りですね。はい、フェンダー付きで、オリジナル状態キープですね。はい、スーパーフォアらしい、面影です。反対バッテシートですね、大きな破れ機でありませんね。はい、そしてねタンクです。はい、こちらもね、大きなへこみ、傷、塗装剥がれ、そういったところがねございません。ではねタンク内ご紹介いたします。はい、こちらも大きな錆腐色出ておりませんね。はい、それではですねエンジン始動いきたいと思います。はい、いただきます。CB スーパーフォアもいいですし、またこれをねカスタムするっていうのもねベースとしてもいいと思います。ぜひねお探しの方お問い合わせをお待ちしております。